ダメな奴らとゲームして本当に疲れるよ、さっきのゲームも。俺のスーパーチェイスでまだ勝ったゲームだよ、また。まだ勝ったよ。汚いキャンパーに対して。また勝ったよ、俺がスーパーチェイスで。また雪山で。その後がひどかったよ。通電。キャンパーしかいないんだけど、運営に言うけど。そのシステムが出来上がって、なんかいいことでもあんの？究極の武器あり。傷までなるべく人がいないところ、チームプレイしないといけない。なすりつけは意味がない。鉄則は。やば、このモードになってる。ああ、見えないしね。本当に疲れるよな、本当に。あんたらが残ってても何もできないだろう。この日でも毎回俺に文句しか言われない。ちゃんとしたプレイができる人が出会えるのが珍しいっていう。かなりプレイの連続しかしないよね。普通の方が逃げてて、それの方がやられてもしっかりな。その間に回さないとまずいよ。キャンプトンネルしかしないせこいやつでしょ？キャンプトンネルしかしないせこいやつがいてどうすんの君たち。発電機回さないと。こういうやつしかいないんだけど、運営さんよ。お前らの仕事だろ？なんで世界的ナンバーワンプレイヤーがこんなことやってんだよ。ディフェンス作業じゃねえんだよ。お前らができるか？さっきみたいに美しいムーブで2台回させるっていう。できねえだろ？なんも。ちゃんと考えても発電機回す、救助に入る、できねえだろ？
トンネルしてんのに来てくれねえし、もうどうすんだろうね、俺。で、発電機も回さないし。呆れ返ってくるわ。カバーに入らないと無理なレベルだろう。で、二人でどうやって回すのか説明しろよ、まず。本当にこういうやつしかいねえんだぞ、こういうやつしかよ、プレイヤーとして。こんなのしかいねえんだぞ、プレイヤーに。こんなやつしかいねえんだぞ、やってて。こんなやつしかいねえんだぞ、まずプレイヤーで。いやーもうさあ、三人とも救助に来るしよ。ダメだよなあ、もうよ。まともにできる奴がいねえんだもんな、一定レベル超えてよ。三人救助に来るってどうやって勝つ気だよ。キャンプしてんだから一人発電機だろ、これが俺の力だろ。てか、こんなやつばっかりだよ。そこをキャンプして運営に言うけど。キャンプっていうのをやって何が楽しいのか説明してほしいわ。で、なんで俺の近くに行くんだろうね。やられてくんねえかな。俺がリーチなんだから逃げ切っても意味ねえだろうよ。俺が捕まったらどうやって発電機回すのか説明してくれ。回せんならいいんだけど。当てはある？このチームに。あと一台回さないときついかもね。呆れ返ってる理由、三人とも救助来てる。そういうダメなところがある。で、リーチでもねえ奴らこそ回さないと。0.5 回んないと厳しいし。縦横無尽に逃げすぎて言葉出ねえわ、もう。ここの地域で頑張って発電機回す気持ちはないもんね。いやー。縦横無尽に逃げてるからダメなんだよな。発電機回したところをイメージしろよ。俺は小屋に入って向こう回してくれねえかなと思ったけど、向こう行ってっからこっち行ってんだわ。俺が世界のレベルの差ね、ワールドクラスの差ね。余裕がある奴が縦横無尽に動いて邪魔してるっていう、発電機回すのを邪魔してるのと、常に発電機で人が回してないところに行こうとする奴、ワールドクラス、ヒロちゃんとの差、世界的プレイヤー、ワールドクラスのプレイヤーはこんな。なんでこっち来んだよ。ダメな奴は縦横無尽に動くよな。俺まで影響来るだろうよ。俺知ってるか？俺がやられたらどうやって勝つのか説明しろ。俺が亡くなった瞬間終わるぞ、ゲームは。どれぐらいの今、俺、ワールドクラスのプレイヤーってもう先を見据えて戦ってんだぞ。別々なとこ回してんだ。俺は。ネアカールソンはどこ行った？そのとこじゃないの？何してんの、ネアカールソンって。別々なとこ回してなかったの？一緒のとこ？あー、じゃあきついね、まだ。全然セーフティーじゃないよ。いいや、もう。誰かに気づいてくれ。この時間使って回すんだよ。救助に行くな。俺の発電機は半分まで行かないうちに行ったら負け。キャンパーだから行くな。早いし、ネアは来るな、こっちに。
った瞬間負け。いやーダメなやつは来るんだよな、恐ろしいよな。今だったらいいけど、狙われてんのこいつだからいいけど。超一流ってのは自分がやられてもゲートが危険なんだよ。よし、これがヒロちゃんデスバラスバース。ヒロちゃんがいないと勝てない。美しい。だからエースがいないと勝てないんで、野良の動き見てみろ。理にかなってない動きの連発だろ。言っただろ、発電機回すために時間作りなさいって。やってくれないでしょ。うん。だから勝てなくなる可能性があるし、ネアカールソンは追われてる可能性があるのに来るでしょ。ダメなやつはそういうプレイの連発だから。君にターゲットが行ってたら俺の方に来るじゃねえかよ。できるやつは俺の方向に来ないの。来ないで方向を騙して、ダミーとして方向を、まあ、騙して、その後、方向を惑わして、その後確認して、ソーマが狙われてる、大丈夫だなと思って来るの。最終的には来てもいいの。いきなり来るのが間違ってるって言ってんの。いきなり来ることが間違っている。いきなり来るからダメなの。来るなしただろ。俺が全部言ってる通りにしてる。発電機回す人が邪魔でしかないんだわ。来るんだったら方向を変えて、一旦様子を見て、方向違うと、例えば画面だったら俺の方向って下方向でしょ？右方向にずれて確認して、俺の方向に来るとか。ちゃんと安全の確認してから来ないといけないの、俺の位置は。いきなり最短距離で来る奴がいたら、震えが止まらないし、ダメだって言ってるのはそういうこと。できないプレイヤーの典型例。相当相馬が狙われてるのをもう後ろを振り返って見てんだったらわかるけど、後ろ振り返ってるようには見えないから。発電機回すっていう根性丸出しだから、だからダメなのよ、野良の奴は。優れてるプレイヤーヒロちゃんが全部言ってるじゃん。そもそも3人救助がダメなんだよ。三人で救助入ってるでしょ。野良のプレイヤーと俺ってすごいでしょ。俺って必ず発電機回してるじゃん。ああいう時って。三人救助っていうのをしてる時点で負ける可能性があるんだよ。一人でも発電機を3割でも4割でも5割でもいいから回していたら、回していたら勝ったんだよ。あ、もっと勝つんだよ。余裕で。俺がいつもやってること。俺のプレイってワールドクラスってわかるでしょ。俺のやってるのを見てると、普通にやってるように見えるでしょ。難しいことやってんだ、実は。毎試合、毎試合。相手を見ながら、メンバー見ながら我慢して発電機回してんじゃん。救助に行く人がいなかったら救助行ってるじゃん。初めの方の試合とか。柔軟性の塊じゃん、まるで。プレイが。プルちゃんっていうのは。うん。こんなのしかいないんだけど、運営さん。ほんと、さっきから立て続けに。昨日もモバイルね、中華今日、見た感じ、二人は確実に、あんなやつ。もうキャンプやってるやつ。キャンプでしか勝てないっていうか、キャンプしかやってないやつなんて嫌われんに決まってんだろ、デッドアイじゃなくて。第五人格行ってこい。第五人格行け。やる資格なし。理由。キャンプというのは嫌われる行動だから。個人のポイント合